こんにちは。もうすぐ稲刈りだね。稲の穂が垂れてたくさんお米が取れそう。今日は空を見てみて。カラスが飛んでるよ。どこに行くのかな。夕方だからお家に帰るのかな。今日のお話は天の宝、地の宝です。天の宝、地の宝、ずっとずっと昔のお話です。あるところにおじいさんとおばあさんがいました。お正月のことです。おじいさんは宝の絵を枕の下に入れて寝ました。そうするとその晩見た夢が本当のことになるからです。次の朝です。おじいさんはニコニコしながら起きてきて、おばあさんに言いました。ほら、天からピカピカ光るお金が降ってくる夢見たぞ。それからおじいさんはいつ天からお金が降ってくるかと待っていました。そのうち春になりました。おじいさんが畑をくわで耕していた時です。カチーンと何かが当たりました。はてな、なんだろう。おじいさんが掘ってみるとそれは亀でした。おじいさんは亀の蓋を取りました。うわー、おじいさんはびっくり。亀の中にはピカピカ光るお金がぎっしり詰まっていました。これは地面に埋まっていたお金だ。夢で見たのは天から降ってくるお金だ。天から降ってきたお金ならもらうが、地面に埋まっていたものはもらうわけにいかない。おじいさんは紙を元のように埋めて家に帰りました。そしておばあさんに亀の話をしました。おばあさんは隣のおじいさんに亀の話をしました。すると隣のおじいさんはにやりとしました。その晩です。隣のおじいさんはこっそり畑へ行って亀を掘りました。隣のおじいさんがもう嬉しくてたまりません。早速亀の蓋を取りました。するとどうでしょう、中からうわうわ蜂がいっぱい飛び出してきました。蜂は隣のおじいさんをチクリチクリと刺しました。うわー、痛い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 。おじいさんは大騒ぎで亀に蓋をしました。じじいめ、よくも騙したな。簡単に怒って亀を抱えてじいさんとばあさんの家に来ました。じじいめ、蜂に刺されるがいい。隣のじいさんは窓から亀をポーンと放り込みました。すると亀はパッと二つに割れて、不思議不思議、亀の中から出てきたのは蜂ではありません。ピカピカ光るお金です。お金はおじいさんとおばあさんの上にチャリンチャリンと降りました。いやー、天からお金が降ってきた。夢が本当になったんだね。おじいさんとおばあさんは大喜びしました。よかったね。じゃあまた見てね。バイバイ。